はい、どうも、こんにちは、クレです。よろしくお願いします。さあ、ということで、今回は、2023エキサイティングプレイヤー、こちらについての動画を撮っていきたいなと思います。はい、ということで、シリーズ1のですね、現役選手が出る目玉ガチャ、というところで言うと、やっぱり、一、えー、つね、目玉になってくるのが、このエキサイティングかな、というふうには思うんですが、まあ、簡単にね、あの、最近始めた方とか、まあ、直近まだ1年経ってないぐらいのプレイ歴のユーザーさん向けにお話をしますと、このエキサイティングガチャというのは、公式チャンネル、パープルプロスペ公式チャンネルの対決 対決動画に出演された選手がガチャで出るまあ、そういったね内容になっておりますでその対決動画っていうのは基本的に各球団2000手術が出るので第1弾第2弾の2段構成で各球団その2選手ず手術が登場するという流れになっておりますでこのガチャが何で目玉と言われてるかっていうとまあもちろんラインナップ的なところもそうなんですがそれよりもやっぱりガチャシステム的なところが大きくてこのガチャは60連目で自チームの確定っていうのがあるので 必ずね欲しい選手が、まあ、60連回せば絶対に取れるという仕様になってるんですよね、まあ、もちろんその欲しい選手がガチャで登場してる前提にはなるんですけど比較的ね狙いやすいというところで、まあ、無課金の方でもね回す方が非常に多いガチャの一つになってるかなと思いますでまあ個人的にもですね過去にやってた無課金企画っていうのがあるんですけど、まあ、そこのタイミングでこのエキサイティングのガチャでね大強化している 記憶なんかもあるので、まあ、それもも多分動画化ししてててるると思うんででね、まあ、もし気になる方は是非見てみてくださいでこのエキサイティング今年はですね現段階では阪神の対決動画のみが公開済みとなっているんですが、まあ、例年に比べるとね実はこれかなり遅めのペースなんですよね、まあ、去年もこの似たような動画出してるんですけど4月頭の段階でもう3球団出てたりとかしてたんで、まあ、かなり遅めのペースにはなってるんで まおそらくね、今日あたりまたもう一球団公開になるんじゃないかなと思ってます。で、さらにもう一週間に一本ペースじゃなくて、最後の方とかはもうちょっと早いペースでね、出てきたりするんじゃないのかなというふうには思っているんですが、まあ今日出た球団が当たってるかどうか、もう早速ね、ワンチャン予想外してる可能性もかなり高いのかなというふうには思うんですけど、まあ今回の動画では残りのね、現段階で僕がこの撮影してる段階で未発表の11球団の え選手予想と過去登場選手の振り返りですね、えー、こちらをやっていこうかなと思います、まあ、ぜひですね皆さんも今年エキサイティング誰が出るのかとか、まあ、あとは長くやってる方はねあこの球団でこの選手出てたなみたいな懐かしみながら見ていただけるといいんじゃないかなというふうに思いますいてことで早速本編どうぞはいということでまずオリックスから見ていきましょうオリックスはですね毎年こんな感じのラインナップになってまして、まあ、やっぱり一番はね毎年山本由伸選手が直近出てるっていうのはね え印象的かなというふうには思うんですが気づけばもう4年連続ですねえ出てるというところになりますで去年がね確かオリックスが最後にねえ発表になりましてまあ毎年この最後に発表になる球団っていうのはやっぱり目玉の選手が出がちなんですがまあ今年はどうかなオリックス逆にでもちょっと前の方に出てきそうな気もしなくもないなんなら阪神との流れでオリックス関西球団流れで来るんじゃないかなとちょっと思ったりもしているんですがそんなオリックスの予想は 宇田川選選選手手手と山崎総一郎選手この2選手させてもらいましたまあここは去年ねその、まあ、日本シリーズだったりとか、まあ、こうブレイクのね1年になったと思うこの2選手でなおかつ、まあ、侍ジャパンにもね宇田川選手は選ばれてましたし山崎宗一郎選手も、まあ、途中からね、えー、合流したという形になってますのでまあ、このね今回のエキサイティングの予想前提として侍ジャパン入れるか入れないかっていうところでも一、まあ、つ分かれるところであるんですが個人的には撮影時期的には入ってきてもおかしくないと思ってるんですよねというところで、まあ、今回はこの2選手入れさせてし まあオリックスでも予想いろいろあるんじゃないかなまあまず山本由伸選手を入れるか入れないかでもだいぶ分かれそう続いてホークスですさあホークスはここまで、えー、毎年こんな感じになっておりますとまあやっぱりですねイメージ的には千賀選手が強いかなまあアニバーサリーもそうですしエキサイティングでも千賀選手の名前を、まあ、多く見ている感じはしますがまあ今年はその千賀選手がね、えー、対象外にもちろんなりますのでまあその中で誰が出てくるかと いうところで、個人的な予想は、海選手、牧原選手、周東ーー選手から2人というね、まあ、ちょっとイレギュラーな予想になってるんですけど、まあ、このサムライジャパンに選ばれた育成出身の選手っていうね、まあ、共通点を持つこの3選手から、まあ、誰か1人、えー、出てくるんじゃないかなというふうに思います。まあでもホークスも難しいっすね。目玉を出すのであればギーター。 まあ能力もね、通常落ちちゃってますし、まあ、オール A をより狙いやすくっていう意味で出てくる可能性もまあ全然あるのかなとは思ったりはしてますね。続いて西武です。西武はー過去5年間、こんな感じのラインナップになっております。実はね、西武すごいのがこの5年間でラインナップ1回も被ってないんですよね。これ結構ね、純正民からすると嬉しいところになってるのかなというふうには思うんですが、まあ、今年もこれが被らないのかどうなのかっていうところでの予想はこんな感じになってます。はい、高橋光選選手今井選手とということで 両右の、ねえー、先発ピッチャーにさせてもらいました、まあ、ただ高橋光成ーー選手がかぶりにはなるんで、まあ、このかぶりの、ね、なさっていうところがどうなっていくのかというところではあるかなと思います、まあ、願望的にはちょっと、ね、平選手水上選手の最優秀中継ぎコンビっていうのもちょっと見て見たさはあるんですが 果たしてどうなるでしょうかといったところでございます。続いて楽天です。はい、楽天は過去5年こんな感じですね。まあ、やっぱりあのー、インパクト強いのは、則本、松井3年連続っていうね、もう楽天のエキサイティングって言えばこの2人みたいな、えー、ところが最初はあったんですが、まあ、直近はちょっとずつ崩れて、まあ、ただ松井裕樹選手に関しては去年も出て4年間ね、出たという形になっています。まあ、去年はね、田中将大選手のチャンネルでもなんかコラボみたいな、えー、形で企画が行われたのが懐かしいですね。で 今年の予想は、島内選手と辰巳選手、この2選手にさせてもらいました。まあ、ここも結構悩んだんですけど、なんとなく島内選手が入りそうな予感がしていて、ってなった時に、もう1人タッグ誰かなって考えると、辰巳選手なのかなっていう、まあ、わりかしにこのエキサイティング予想って結局、あんまりなんか予想できる要素が少ないんで、まあ、本当にフィーリングのない要素が強くなっちゃうところはあるんですが、まあ、ステータス的にも島内選手とか特別レアリティ出ると、よりね、えー、強くなるんで、まあ、あるんじゃないのかなという気はしています。続いてロッテですロッッテテは過去5年こんな 感じですね実は去年ロッテはねあの佐々木朗希選手藤原選手のこの2人がなんかゲームの撮影をしましたみたいなインスタかなんかだったかなインスタかツイッターかなんかの SNS の、ね、投稿があってあこれはもうここで出るんじゃないかみたいな話がね、えー、去年話題になってたのは懐かしいところではあるんですが、まあ、今年は今のところねそういったなんか事前におわせみたいなのはなく予想難しいといったところになっているんですが。 まあ個人的な予想は山口選手と高部選手この2選手にさせてもらいましたまあでもロッテも難しいな、まあ、撮影タイミング次第ではねそれこそ侍で出てますけど佐々木朗希選手あとは松川選手佐々木朗希松川この2人のコンビっていうのもちょっと見てみたさはありますけどねプロ野球ファンとしてはまあただ今回は この2選手にさせてもらいました続いて日本ハムですさあ日本ハムは過去5年こんな感じのラインナップになってますねまあ一番びっくりったのは去年のラインナップかな浅間選手とワンボーロン選手の予想を当てた人はなかなかいなかったんじゃないかなというふうには思うんですが2023年の予想は清宮選手野村選手この2選手にさせてもらいましたまあここはなんとなく当たる気がしてる まあ今回このシリーズ1で弾道が変わった清宮選手一つ目玉になると思いますしまあその抱き合わせというか組み合わせで考えた時にはこの若きスラッガーコンビみたいな見出しになるとまあよりね 危機的ににもも強いいいいいいかかなななとととうことで、まあ、こでのの人人予予想想させてもらまました同じじは結構いるんじゃないかなと思いますね、はい、続いてセ・リーグいきましょうセ・リーグまずヤクルトからですねヤクルトは過去5年こんなラインナップになってますまあなんといってもやっぱヤクルトは2021年の村上山田この組み合わせが最強すぎたとでこの組み合わせの発表は実はヤクルトが最後にね、えー、公開になったタイミングだったので、まあ、2人が目玉で出てきたっていうところだったんですけど まあ今年どうかなというところで予想はこの2選手田口選手、長岡選手にさせてもらいました。 まあここはシンプルに昨シーズンね、活躍した選手で特別レアリティであまり出ていない選手まぁ田口選手セレクションありましたけどまあ、過去エキサイティングとかアニバーサリー系とかでは出ていないのでまあ、この2選手あるんじゃないのかなというふうに思っておりますヤクルトもでも予想難しいな続いてベイスターズですさあベイスターズは過去5年こんなラインナップになってますねまあ、割とね実はベイスターズもあんまりエキサイティングではラインナップそこまでこうずっと同じ人が出てるってわけではなくてただ登場回数が2回とか にななってきてきいいる選手が多いかなっていう感じですねで個人的な予想は牧選手佐野選手の2選手にさせてもらいましたまあここはなんとなく当たりそうな気はしてるけどどうかなまあこの2人はね普段からゲーム一緒にやったりする中でもありますし、まあ、割となんか絵が想像できるなっていうところで選ばせてもらいました続いて阪神です阪神はもう確定がしているので予想というところはないんですが えー、梅野選手岩崎選手手岩崎の対決動画公開済みになっております、まあただ個人的にやっぱ阪神の対決動画でいうと糸井さんと福留さんの組み合わせがねめちゃくちゃ動画面白かったんでまああれいつかねなんか OB 版みたいなので対決また見たいなちょっと思ったりしてますね続いて巨人です、はい、巨人は、えー、過去5年こんな感じのラインナップになっておりますまあやっぱここもね最初は楽天と同じように、えー、菅小馬コンビがね3年連続で出てたというところで、まあ、そのイメージが非常に強いんですが、まあ、ここ2年は割とラインナップが変わっていますというと ところでで今年誰かって予想なんですけど個人的には丸選手と中田選手の2選手にさせてもらいました、まあ、この2選手ともにね移籍、えー、組の選手ではあるんですけど、まあ、2人とも同い年で、まあ、阪神のね梅野選手、岩崎選手っていうコンビも同い年コンビっていうね引きで出てたんですけど、まあ、なんとなく組み合わせ的に、まあ、この2人出てきそうな気がしてますね。 まあピッチャーで言うなら大成選手とかもありかなとちょっと思ったんですが、まあ、一番絵が想像できるっていう意味ではこの2人かななんていうふうには思いますね続いて広島です広島はえ過去5年こんな感じのラインナップになってます直近だと森下選手がね2年連続で出ているところではありますがわりかしラインナップはえばらけてるかなという印象ですね で今年の予想は、えー、個人的には坂倉選手小園選手の2選手にさせてもらいましたとも、まあ、に若き左バッターというところで、まあ、それこそ坂倉選手とかも、ね、出たら欲しい方も多いでしょうし。 まあ小園選手もね、この最初のポジション追から出てきたっていうことで、まあ、ショートの選手、入ってくる可能性っていうのはかなり高いんじゃないかなという予想のもと、まあ、でも広島も予想が難しい。で、ラスト中日ですね。はい、中日はここ、過去5年、ね、こんな感じのラインナップになってます。直近だとね、柳選手が2年連続で出てまして、まあ、過去で言うと、ビシエド選手がね、 出たのも懐かしいところでありますが今年の個人的な予想は高橋宏人選手小笠原慎之介選手この2選手させてもらいましたまあ侍組回避するなら柳選手小笠原選手とかっていう組み合わせもあるかなとも思いつつまあ若き投手コンビという意味ではこの組み合わせが出たら結構熱いのかななんていうふうには思ってますねまあ中日もいろいろ予想がありそうですがぜひ皆さんの予想も教えてください はいといととうことで以上ですね、12球団のそれぞれの過去のエキサイティング振り返り、そして予想というところをやっていたんですけれども、いかがだったでしょうか、いや、どうだろうな、去年、正直ね、あんまり的中率が良くなかったんで、今年もどうかなというところであるんですけど、まあ、本当に途中でも言ってる通り、なかなかね、あのー、TS とか OB とか、まあ、その予想も難しいんですけど、エキサイティングは本当にもうなんか、フィーリングの部分が大多数を占めてるので、まあ、この2選手の動画が来たら面白そうとか、なんとなくこの2選手、 出そうみたいなところがね強いんでまあ保温ぐらいに思っといてもらえればいいのかなというふうには思うんですけどまあでも結局ねなんだかんだこうやって。 登場選手が決まる前のワクワクみたいなのが一番楽しいみたいなところもあるんで、まあ、ぜひです、ね、皆さんの予想も、えー、コメント欄にて書いていっていただければという,ふうに思います。はいということで今回もご視聴いただきありがとうございましたぜひともねこの動画楽しんでいただけた方エキサイティング楽しみになったという方はチャンネル登録よろしくお願いします、まあ、またね登場選手が確定したりとか、ね、してきたらまた動画もサイト出そうかなという,ふうに思いますのでぜひこの後の動画もチェックしていただければと思います。それでではままた次回の動画でお会いいしししょううありがとうございました